さあ今日も撮っていきたいと思いますね、えー。今日のテーマはですね、もしかしたら、えー、ラッキーかもしれないよ、えー。仕事はあるのに人がいない時代というテーマでですね、えー、お話ししていきたいと思います。 非常にですね、あのー、働き手が少ないんですよというニュースがよく出てきてますよね。2024年問題とか、運送業だったと思うんですけどね、いろんなところでその人手不足が懸念されております。でちょうどですね、ゴリ先生はまあ学習塾ビジネスというか学習ビジネス。 えー、昨日あのーまあその学習業界の人と、えー、2人でちょっと話す機会があって、えー、現状の栃木県の状況であったり、えー、宇都宮の、えー、状況であったりと、えー、情報交換をさせてもらったときに、 えー非常まあ、英語関係を、えー、やってる、えー、ところではあるんですけど、あのー、やっぱり、えー、内容が英語だけにです、ね、今関心が高いんでしょうね、えー。非常に問い合わせ件数は伸びてると。えー、そこは非常に大手なんで、えー、データもしっかり、えー、分析や、あのー、把握もしてるんで、問い合わせ件数とかもデータ持ってるんですよね。 で、問い合わせ件数に関しては削退伸びてると。で、た、え、だ、ー、ですね、生徒数が伸びてないと。で、今、え、日、ー、問い合わせ件数伸びてれば、生徒数伸びそうなものなんですけどね、みたいな話をしたときに、えー、先生が足りないんだと。あのー、 教えてほしい。まあ、需要と供給のバランスが取れてない。取れ、えー、崩れてるということですよね。えー、英語を学びたいよっていう、えー、お子さんや保護者の方、えー、子供に英語を学ばしたいよという、えー、保護者の方や学びたいよという子供の数に対して、えー、先生、教える先生が少なくなってきてると。で その、まあ少なくなってる、なり手が少ないというのと、あとは、えー、高齢化で辞める先生もいると、えー、そういう状況だということですね。で、まあこれから、あのー、働く、まあ今、大学生であったり、高校生であったり、あのー、 もしかすると非常に、えー、売り手市場、えー、いい環境になってくるんじゃないかなと。まあ、就職を控えてる人たちにとっては、ものすごくやっぱりいい状況なんじゃないかなというふうに思います。まあ、ただ、えー、当然、えー メリットだけではないですからねあの、当然、そういうような経営をやってる側としては、先生の確保が難しくなるというところに直面して、本当に人がいなくて廃業するという可能性だって、えー、ある業界も多分出てくるでしょうし。 なかなかこの人材不足って本当にちょっと大変なのかなというふうに思います。で、まあ、そろばん業界もそうだとは思うんですけど、えー、先生の確保ってやっぱり難しいですよね、ゴ、えーリ先生も養稚教室を出してた、えー、時にですね、やっぱり先生、まあ、当然あの、誰でもいいというわけではないんでですね、あの、 誰でもいいというわけではないんで、まあ、そういう部分の難しさもあるでしょうしでやっぱりまあ英語であったりそろばんもそうなんでしょうけども、あのー、小規模、えー、小規模フリーランスであったり個人,個人,事,業個人事業主であったり、えー、そういうところの、えー、これからは多分、本部側のバックアップ、えー、バックアップの体制というのが多分重要になってくる。で えー、税金をしっかり、前、え、も、ーまあ、うちもちょっとフリーの会計ソフトを入れてやりますよなんて話したんですけど、えー、そういうような会計であったり、まああの、納税であったり、そういう部分のサポートを、えー、当然、その、えー、教えるスキル、えー、生徒を集めるスキルというのも当然大事、まずそれは、えー、第一に大事というのは大前提なんですけども。 あのそれ以外の、えー、本部としてのサポート、例えば、えー、納税であったり、決算であったり、そのそういう部分のそのソフトへの入力の仕方であったり、えー、そういうものの、えー、バックアップっていうのも、えー、いろいろと多分本部側としてはこれから重要になってくるんじゃないかなと。 まあ、あのこれから働く側としてはいいですよね、えー、雇う側がちょっと、えー、しんどくなる時代になってくるのかなというのを、ちょっと昨日のまの、あえー、業界の、えー、打ち合わせというか、ちょっと面談でそんな話があったんで、動画にさせていただきました。き、はいえー、今日も最後までご覧いただきまして、ありがとうございます。感謝でですそれではままたお会いしましょうババイバイ